こんばんは。コメントどこで見るんだ？これだ。あ、来た。あ、やばい。やだー、ちょっと待って。こんばんは。揺れてるかも。ちょっとごめんなさい、揺れてたら。こんばんは。ただいまは9時になりました。イエーイ。ピアノがあります。ちょっとしか弾けないんですけど、ピアノを用意していただきました。ほんまです。ほんまか？ほんまか？ 揺れてる？揺れてる？大丈夫かな？でももう収まったと思う。ドレミソラシド。レコメン聞いてくださいましたか？ありがとうございます。いつだっけ？おととい？おとといか。おととい、みほとレコメンさんに出させていただきました。楽しかった。どうですか？聞いてた皆さん。配信してくれてありがとう。いえいえ、見てくださってありがとうございます。だって9時で、今日何曜日だ？今日水曜日？うん、水曜日。みんなお仕事、学校、お疲れ様です。揺れてるのは俺の心。うまいですね。握手会当たったようだって。ありがとうございます。そうですね、ドレミソラシドがね、発売するから、握手会もまたいっぱいあるからね。そう、美少女キャラなんです。すいません、美少女キャラ。今日そうアップしてるんだ。あんまり普段しないけど。指パッチンって何？これ？できない。できてるのか。アメリカで今仕事中。すっごいアメリカ。アメリカ行きたい。ひねくれてる。 ありがとうございます。褒め言葉ですね。髪型かわいい、嬉しい。最近ハマってるんです、この髪型。ピースして。元気ですか？ドレミソラシドの MV、 そう、昨日公開されて。はい、公開されたんです。関西弁で喋って。いや、ほんまにな、今日はな、なあ、みんな今日何してた？なあ、ほんまにな。 ほんまにしか分かんない。今日は一人でやります。そうです、一人です。珍しいな、いつぶりだろう、一人でやったの。あんま経ってない？いつかな、ちょっと覚えてる人教えてください。でも寒かった気がする。だけ弾ける。あるよ、ちゃんと。録音流してませんよ。ファ。ファあります。このピアノはちゃんとファあった。 工作する情報。指ハート。自分のピアノじゃないですよ。カエルの MV の見どころ。 MV の見どころね。なんだろうな、いっぱいある。あー、いっぱいある。あー、いっぱいある。でも全員で撮影したのがあのプールの中だけの撮影だったので、やっぱりそこかな。あれ普通のプールじゃないんですよ。わかりますか？普通のプールじゃないんですよ。なんか実は青い薄いカーテンみたいなのがいっぱいファーって、なんていうの、幕が張ってあって、そういうプールなんです。でも改めて思ったんですけど、50メートルあったのかな。すっごい広くてびっくりしました。だって中学の時もあんなに、そんな広いプールじゃなかった。25メートルとかだった気がする。そう、カーテンみたいなのあったんです。キャッチボールしたい。キャッチしました。お、一番に早い。ありがとうございます。
今日富田駅っていうのかな、富田駅。ありがとうございます。ほんまか、これ定期的にやっていくかも。10分に1回くらい。いや、まだ5分しか経ってなかった。今すぐダウンロードで無料体験ドレミソラシド。ソラシドなんですけど、レソミレって弾いてるか、ちょっとレソミレって言いそうになっちゃう。うん、ファ出る。うん、ファ出ますね。おすすめのカップリング曲、そう、昨日公開されたんですよね、カップリング曲の詳細。なんか狐っていう曲と優しさが邪魔をするっていう曲と刑事っていう曲と、あと2期生の曲と1期さんの曲があるんですけど、もう今回ね、これ言っちゃうけど全部好きです。好きな曲選べないくらい全部好きで、なんかちょくちょくその出来上がったやつとか聞いてて、あ、好きな、あ、これめっちゃ好きだわ、これ今回のシングルで一番好きかもみたいな感じで思ってたら全部好きだったっていうね。だから本当に楽しみにしてってほしいです。全部素敵、ユニットがもう本当に素敵なんですよ。うん、日向坂の曲なんか弾ける、何がいいですか、何がいいですか。あ、そう、2期生プラスひなのなの、ひなのなんです。今のは違いますよ、ひなのなの、ひなのなんだよねっていう意味です。そう、ちょっと新しい感じですよね。楽しみ、楽しみってもう撮ったんですけど、私は楽しみ、どんな感じになる、皆さんの反応が。先行反応、ときめきそう。あ、鈴鹿パーキングエリア行ってくださってる。サービスエリアでしたっけ、どっちかちょっと忘れちゃったんですけど、すいませんね。今日、あ、道丸くん持ってくればよかった、失敗。私あの高速道路のネクスコさんのあの公式マスコットキャラクターの道丸くんを、うーん、せっかく買ったのに持ってくるの忘れちゃった。水玉ピンク、水玉ピンクって音程ないんですよね、あれ。今日の服どこで買った、これはチューさんです、チューさん。道丸くん欲しい、道丸くん買いましょう。私は M サイズ買いました。なんか S と M と L があるみたいで、大きいの買おうと思ったんですけど、なんか握手会で置くとなると M サイズがいいかなと思って。ノックをするな。花澤さんやって、花澤さんちょっと喉が痛いのですみません、握手会で喉が痛くなかったりやりますね。三輪車に乗りたい、大好き。今日のリップはイニスフリーさんの8番です。今日買いました。ニナちゃん持ってきて、ニナちゃんおいで、ニナちゃん、ワン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 。タピオカまだお腹に残ってる、いるかも。トマト大好きです、でもひよたんの方がトマト愛は強いかも。トマト大好きですよ、美味しいトマトが好きです。若林さんのままね、最後に浴衣着たのいつかな、覚えてないですおすずっていう種類のミニトマト、ミニトマト、
ミニトマト大好き。あれスイーツですよね。服を揃いにした、え、してください。チューです。チューさん、 CHUU。 これはめちゃかりさんです。ちなみにすごくないですか。めっちゃしっかりしてるんですよ。かわいい。もうね、ずっとあのね、何ヶ月か前にめちゃかりさんで借りて、もうあれです、永久に手に入れたやつです。めっちゃ使ってる。富田の富田の点を絶対忘れないでください。絶対に忘れないで。私は点があるんですよ。点浮かん無理なんです。お願いしますよ。美穂と今日話した、いっぱい話しました。美穂がゲームやってるところ隣に行ってずっと見てました。テトリス、あのスイッチをやってたんですけど、ずっとスイッチやってますね最近。美穂、浮かん無理の富田、そうだよ。スクショタイムして。フォートナイトね、フォートナイトやってみたい。なんか私、兄がスイッチ持ってて、自分は持ってないんですけど、やっぱ兄のってあれじゃないですか、みんなやっぱお兄ちゃんいると分かると思うんですけど、ゲーム好きじゃないですか大抵の方は。だから教えてもらおうって思ってるんですけど、なかなかね、その時間がね取れないというか。美穂はフォートナイトしてる、してますね。ミクも、クミさんもやってる。偏見すぎる、ごめんなさい。ベース弾きたいんですけど、一人じゃ弾いててもあんまり楽しくないので、バンドでやりたいですね。声が好き、それめちゃめちゃ嬉しいです。私声めちゃめちゃ嫌いなんですよ。今日とか特にそうなんですけど、めっちゃガラガラボイスなんです。わかります？ガラガラボイスだと思う人、ちょっとアンケート取る。じゃあガラガラボイスだと思う人投票。1、ガラガラボイスだと思う。2、ガラガラボイスだと思わない。ガラガラボイスだと思う人は1を押してください。ガラガラボイスじゃないと思う人は2。答えづらいわ。正直に、私正直な人が好きなので、正直に答えてくださいね。お、どうかな。ブロッコリーは好きじゃないです。すみません。じゃあ5、4、3、2、1。ブー、あ、え、2が多い。え、嘘、ガラガラボイスじゃないと思いますか私。え、嘘、びっくり。え、びっくり、びっくりなんですけど、意外、結構びっくりしてます私今。なんで、え、ガラガラボイスじゃないんだ私。結構意外。ちょっとハスキーなだけ。ハスキーボイスか。ハスキーとガラガラって違うんですかね。サラサラボイス。サラサラボイス。イケボ、イケボはちょっと初めて言われたな。さとみつやって、さとみつさんのモノマネいっぱいやらせていただいてます。ありがとうございます。ごめんね。ニンテンドースイッチ。川田さんの声眠くない？え、わかります、めっちゃ。でも寝てる時に、寝そうな時に聞きたいですよね。鈴鹿サーキットはなんか周りだけ走りました。ヒヤヒヤボイス、もはや本人説。似てる、似てる。嬉しい。今日の3分クッキング見ましたよ。もちろん見ました。最近毎日3分クッキング見てますね。ヒロインの親友感ある。え、初めて言われた。そりゃ初めて言われた。ほんまか、ほんまか。今日は一期一会ってところのタピオカ飲みましたよ。オレオ黒糖みたいな、めっちゃ甘かったです。何時まで、1時間かな。ぼつ焼き丼売り切れてた。人気なのかな。めっちゃ美味しいですよ。ぼつ焼き丼っていうのは、あの鈴鹿の
あのサービスエリアパーキングエリアちょっと分かんないにあるあの食べ物っていうか丼なんですけど、あそこすごいんですよ。鈴カレーみたいな、鈴鹿とカレーをかけてるカレーがあったりするんですよね。チュドン白いエミールにハマる、あれ本当にエミールにハマる、めっちゃあれなんですよ。名前どうしようみたいな感じになっていきなり考えたやつなんで、あそこまで受けてくれてありがとうございますって感じです。ユニポーズ、文化祭でやる売店何がいいと思う？私は高1の時にお化け屋敷やって、高2の時もお化け屋敷だったんですよね。お化け屋敷、お化け屋敷どうぞ。シソ畑って何ですか？ひなー楽しみ、私も楽しみです。毎週リアタイしてます。牛丼屋やった、エコメン聞いたでありがとうございます。学生時代の思い出、なんだろう、でも部活の途中で学校の近くにスーパーがあったんですけど、結構いろんなお店がコンビニとかもあったんですけど、そこに買いに行ってお菓子食べながら結局部活ちょっとしかやんないみたいな。バンドでするおすすめの曲、でも私はあのバックナンバーさんやってました。でも全然披露はしてないです。でもサイレントサイレンさんばっかやってましたね。ステラって曲やってました。でもサイレントサイレンさんの声めっちゃ可愛いじゃないですか。私ベースボーカルをなんかやってたんですけど、もう高すぎて。カスカスラジオの駅の話が気になる。スキャンダルさん大好きです、やってます。あの何ですか、何でしたっけ、夜明けの流星群大好き。シシャモさんも大好き。絶対やりますよね、君と夏フェス。絶対やる。手振って。プリプリ知ってます？プリンセスプリンセスさん知ってますよ。ダイヤモンドだねってやつですよね。イントロクイズ、イエーイ。よくメッセージでやってるイントロクイズをやります。何にしようかな迷う。じゃあ今からダーってきたやつの中何かやりますね。黒糖ミルク大好き。あ、テレ東音楽祭さん、そうなんです、楽しみです。 26? あー、じゃあ行きます。これはわかるな。ジョイフルラブって答えてる人いる。ジョイフルラブに聞こえますか？イントロちゃう？イントロちゃう？これ。テテ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 じゃなかったっけ？違うか。まあいいや。でもすごい。ちょっと今日喉の調子悪いので、あんまり歌えないかもしれないです。すいません。キツネじゃないですよ。キツネ。ここで弾いたらやばい。
はイントロだ。何も見てないんですよ今楽譜。期待してない自分、期待してない自分に聞こえました今。シャボン玉、シャボン玉な、シャボン玉ってどんなんだったっけ。シャボン玉、え、人生のためにちょっと似てる、似てるかも、似てるわ。エディーゼのために線香花火、卵ください。卵、誰かに電話しないの。しません、夜中なので迷惑になっちゃうのごめんなさい。なんですぐ弾けるの、なんでだろう、すぐ弾ける。でも一応エレクトーン、ピアノとエレクトーンをいつからやってたんだろう。でも7年間くらいやってました。7年間か9年間、結構違いますけど。したったらずキャラ、嘘。でもはっきり喋ろうと思ったらはっきり喋れますよ。どうですか、じゃあ今からはっきり喋ろう。絶対音感、絶対音感っていうのかな、相対音感っていうのかな。私は私し嫌い。本当にあのミーパンさんのシホさんの真似面白かった。誰咀嚼音しし嫌いってやつ。宮田まなもです、宮田まなもです。ポカポカキュン、日向坂弾いて、あ懐かしいね、デビューコンサートでやった。みおちゃんの真似して、みおちゃんの真似できないです。みおちゃんってどうやって真似するんだろう。渡辺美穂です、初期の美穂。ごめんね美穂、ごめん美穂。渡辺美穂です。ドレミはヒーヒー出す。待って、これキュンになっちゃった、間違えちゃった。ひよたんのモノマネ、ひよたん難しい。ウィンクして、一回ちょっとウィンクした、ウィンクしたいなと思ってこうやってずっとやってました。なおがね、こうやってやってらららできるようになったみたいな感じを言ってたの、言ってたんです。目がひよたん似てる？嘘。嬉しい。モノマネやってがすごい来た。テスト期間頑張れ。テスト。ふはは。涙袋かわいい、ありがとうございます。書いてないですよ。でもいつもなんかクマがすごくて、コンシーラーで消しちゃうんですよね、ここらへん。そうすると涙袋も消えちゃうのでちょっと悲しい。書こっかなこれから。ポツって。触覚かわいい、ありがとうございます。この触覚はじゃあ女の子、女の子にこうやって巻いてます、固定で。こう外にこうやって巻いてます。
美穂鈴鹿に厳しくない、そんなことないんです本当は。楽屋では実は私の方が美穂にめっちゃちょっかい出してるんですよ。美穂がえーみたいな感じで寄ってくる時にみたいな その仕返しがテレビで行われてるのかな。イントロクイズスタート。なんだろうな。すごいわ、線香花火でコメント欄が埋まってる。素敵、素敵な光景。わしらの青春じゃんそうなの。団子三兄弟団子三兄弟似てる。金村の歌声よくない、大好きです。てかみんな好きです、声綺麗な声してるんですよね。ひよたんの歌が一番好き。あとしほさんの声、しほさんの声大好き。私あれです、絶対カラオケ行ったら男友達だからを絶対歌うんですよ。他の曲とかあんま歌わないんですけど、なんか自分のグループの曲とか志保さんの曲だけ絶対歌う。ミーパンさんの声も超綺麗、羨ましい。だからなんかこういうガラガラ声なので、なんか透き通った声の人羨ましいんですよね。ニブあかりです。好きな和菓子は黒糖饅頭、これは黒糖饅頭ですね。ガラガラじゃなくてハスキー。なんかあの避難の時に前歯いじりされてからめっちゃ前歯見せてっていうのが多くなりました、握手会でも。で笑うとここがこうなるからさフ怖い。髪の毛サラサラ、ほんまかそれ。なんだろう、何やろうかな。後ろ髪見せて、何しよう。始球式したいです、めちゃめちゃ。なんだろうね、ぐちゅぐちゅぺー、肌柔らかい、そうかな。全力の変顔した今、めっちゃ伸びる。あ、もう2万人、2万5千人ありがとう。あ、ごめんなさいニナちゃんのモノマネ、ニナちゃんのモノマネね。それがお前の全力か野球は普通に打てるの？打てないですね。志保さんとか久美さんとか高本さんが打てすぎたんですね。あれはもう本当にすごい。私無理です。当たりませんでした。どの音？よくわかったね。どう？スラッガー。ニナちゃんは次で11歳、あ、12歳とかですよ。私が小学2年生の時にお家に来たんですよ。ね、早い、時が経つの。私まだ高校生の気分ですもん、全然。長めに弾いて、何弾こう？じゃあ何がいいと思います？持ち丸子やって。早い。
あ、そう、特典映像もそうなんですよ。特典映像の詳細も公開されたので楽しみにしててね。もう何行くかはもう公開されてるけど、初めて行ったんです。楽しみ。どんな感じになってるかな。ああ。釣りビンゴは何かお楽しみにしておいてください。半分の記憶。耳に落ちる涙。ダッシュ&ラッシュ聞きたいな。握手会の時何の話されたら嬉しい。でも女の子だったらメイクとか髪の毛の話とかさ、してくれたら嬉しいな。あとは最近ハマってることとか。ハマってることってでも難しいですよね。私もないもん。半分の記憶大好き。私も大好き。あっち向いてほいしよ。最初はグーじゃんけんぽい。あっち向いてほい。最初はグーじゃんけんぽい。あっち向いてほい。最初はグーじゃんけんぽい。あっち向いてほい。小豆茹でたけど全然食べてないですね。酵素、そうだ、私酵素にハマってるんだった。そう、酵素にハマってるの。そうだよそうだよ、高速道路にハマってるんです。え、ウケる。え、待って、やばい。高速道路と酵素ってめちゃめちゃ似てる。高速道路略したら酵素。面白。俺らじゃんけん弱すぎ。酵素ってあれです、この酵素、酵素、酵素じゃないです、酵素。混ぜそば、そう、名古屋で食べたんですけど、なんかやっぱ味濃いですよね名古屋って。私味濃いの大好きなんですけど、味濃いんですよね。うん、菌の方、うん、菌、酵素って菌なんですね。そうなんだ。高速道路の星、ピアノキャラ、ピアノでも、ピアノできる人いっぱいいますからね。この言われたらすぐ弾けるキャラ。キャラ迷走してるの。そうかも。ピアノとかやり始めちゃったよ。エモ、エモい、エモい。ハッピーオーラ。ぽちゃん。多趣味でいいじゃん。全部中途半端なんですけどね。ギターもできるよね。まあギター一回ちょっとやって配信したんですけど、できなかったんですよ。人前だとできないのかもな。はおいで夏の境界線。どうなんだっけ。あれがギターがかっこいいんですよね、オーディナツの境界線って。ちょっと違うかな。ワンちゃん愛犬連れて配信してよ。やりたい、やりたいよ。ひらがなで恋したい。パソコン大好きです。私そう、パソコンのタイピングもめっちゃ得意なんですよ。最近あんまりいじってないからわかんないけど、パソコンをめっちゃ小学生からいじってて、だからこうやって見ないでできますよ多分。かきくけ、かきくけこ、さしすせそ、
何ぬねの犬のいいところ、まあなんといっても寂しくないですね。器用キャラ、器用かな、いや伝わらない、伝わらない、パソコンかなうちじゃないわ、アルファベットローマ字、ノーゴーインザフューチャードレミソラシドほんまかそれは英語？わからん、合ってない、え嘘合ってない恥ずかしいじゃんめっちゃ。そうだよ、反転してるからだよ、言い訳かな。ローマ字だよ、ローマ字、ローマ字じゃないこれ、豊臣秀吉、小屋市、エアタイピングキャラ、そうエアギター、23歳 OL、 OL か、ちょっと23歳に見える、確かにこの髪型したらちょっと23歳に見えるかも、まだ18歳です。小籔和人さん、口笛できます、口笛、口笛やろ、声も落ち着いてる？そうかな。なんで声が枯れている？単純に風邪をひきましたね。蛇来る、あ、懐かしいそれ。蛇来るってね、言われてた。弦楽器、弦楽器ってどんなのですか？ギターとかベースとか弦楽器、バイオリンとか、バイオリンできないです、やってみたい、でも指笛って何、こういうやつできないですね。黒糖まんじゅうできる、黒糖まんじゅう、黒糖まんじゅう、あ、琴ね、琴やってみたい。あとこれハープ、ハープ気になる、寄り目できる、できてます。泥団子、泥団子、泥団子、たこ焼き、たこ焼き、角まんじゅう、角まんじゅう、角まんじゅう、琴弾けるよ、へーすごい、おばあちゃん、こういう感じ、っていう感じ。嘘泣きキャラ、それはあれだよ、里光さんのネタ奪っちゃったからダメだよ。一人バンドやってみたい、でも小林さんがなんか昔個人 PV でやってたの見ました。おばあちゃん、萌え萌えキュン、萌え萌えキュン、萌え萌えキュン、さとみさん嘘泣きじゃないって間違えました間違えた、あれは本気泣きでした、すみません、すごい失礼なこと言っちゃった。3万人超えた、イエーイ、イエーイ、ありがとうございます。アトランティスか、アトランティスか、ペンタゴンかです、ペンタゴンか、ペンタゴンか。ピアノ弾くの好き、昔なんか、昔っていうか
半年前くらいにちょっと除去しちゃったんですけど、でっかいエレクトーン家にありました。醤油のモノマネ、イエーイ。筋肉、肉のカーテンか、除去。そう、口笛は吸っても吹いてもできます。ちょっとでも音色変わるかも。筋肉ないですね。あるかな、二の腕はでもあるかも。でも重いものとかめっちゃ持つの得意ですよ私。めっちゃ琥珀取ってありがとう。絶対楽しい握手にするんで来てください。お嬢様だったんで全然です。夜中に口笛は赤く振る。私震えれますよ。震えてますればいい。うん、でも考えてこなくていいです。全然なんか、あ、話さなそうって思ったら全然話すんでは大丈夫ですよ。ヘビ大丈夫、全然大丈夫です、いけます。前近所に結構何年か前の隣のお家にヘビ出ました。沖縄かって。沖縄じゃないです。ナオのホラー映画見に行く、見に行きます絶対。早口言葉言えるよ。何かある？生麦、生米、生卵、赤パジャマ、青パジャマ、黄パジャマ。バスガス爆発、バスガス爆発、バスガス爆発、バスガス爆発。おすすめの高速は東名高速、まあ新東名の方が好きなんですけど、東名高速道路も好きなんですけど新東名高速道路の方が好きです。東京特許許可局、右耳にニキビ、右耳にニキビ、憎いネタ見たな。憎いネタみたい。地元や、本当ですか。海老名サービスエリア、私といくつ知りません。木かすが、赤かすが、青かすが、木かすがさん。かすが葉疑惑について一言、まあそれは今後の放送を見てください。炙りカルビ、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 ぶりっこできる。海老名のメロンパン、そうなんですよ、美味しいんですよ。でも私が一番好きなのは海老名のチョコチップメロンパン。ニョンニョン、ニャンニャンですよ、ニョンニョンじゃなくて。ピザ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 、すがしく、すがすがしく、すかすがす、すっごこれ、すがすがしく、かすかすダンス、すがすがしく、かすかすダンス。ちょっとアナウンサーっぽく言ったら言えるのかも。香水使ってる、なんか最近フェルナンダってところの香水使い始めました。超いい匂いですよ、お花の匂い。花ちゃん、コノカ見てくれてるかな。コノカ今日見てくれてるって言ってたの、さっき見てるよって言ってくれたの。見てる？はがき職人松田さん、フェルナンド、わかんない、フェルナンド。チョコチップメロンパンとメロンパンが結構違くて、なんか普通のメロンパンは普通のメロンパンに、なんかメロンパンの硬い部分がこう、硬いあるじゃないですか、甘い部分がちょっとこうベールみたいにかかってて、チョコチップメロンパンはもうそのメロンパン自体にチョコチップがいっぱい入ってるって感じなんです。だから普通のメロンパンの味と全然違くて、普通のメロンパンはパンの上にメロンパンのこの生地が乗ってるって感じなんですよ。でもチョコチップメロンパンはメロンパン、もう出来上がってるメロンパンの中に入ってるから、そうビスケットが乗ってるんです、クッキー生地が。普通のメロンパンはムーユ、ムーユ大好き。好きなスポーツはでも野球かな、野球。いい、あ、ご飯のお供、うわーこれ悩む。でもご飯のお供納豆って言いたいけど、納豆大好き最近。なんかそばにキムチ入れて納豆入れてめんつゆかけて、なんか甘煮油かけるの、
めっちゃ美味しいんですよ。エビイナにハマる、うまい、うまい、100ポイント。納豆キャラ取ってないよ。韓国海苔じゃないです。韓国海苔はかけてない。アマニ油、そうアマニ油おしゃれ。そんなことないですよ、全然普通のとこに売ってるし。でもなんか私が使ってるアマニ油はなんか海苔の味がします。海苔が液体になったみたいな。納豆キャラ取らないでごめん、ごめん、取ってないよ。納豆はあの極小粒派です。圧倒的極小粒派。小豆食べないのいります？小豆皆さんあげます。納豆大好き富田鈴香です。パン派ご飯派、選べない。いじる側のキャラ狙ってる？狙ってないです、全然。どっちもやってます。どっちもできることを今私は今できることを全うしてるだけです。黒糖まんじゅうキャラ。納豆は引き割り、そっか、引き割りも結構人気あるのかな。足のサイズは 24.5。 でも時によって変わります。笠川さんにボール当てたのはわざとじゃないです。スパイダーマンやって、納豆セクシーに言って、納豆誕生日1月18日。鎌倉好き。眠くなってきた、ごめん、ごめんなさい。眠くなっちゃった。ドレミ BGM。 前髪は自分で巻いてます、絶対。この細いコテで一回キューンチャってやって、パッパッパーってやります。怖く撮りたくなった。ありがとうございます。前髪上げてください。産毛がやばいですね。水餃子。そう、この後10時からあれですよね、真央さんとにぶこのレコメンがねあるみたいだから、あるみたいなので、だから私がこのショールームを終わった後に産毛食べる。私のショールーム終わった後はすぐレコメンさんをね、文化放送です、聞いてくださいね。セイパーリピ、意外と身長高いね。そうですかね、164です。最後なんか歌おう、歌えるやつで歌おう。レコメン顔そう、楽しみですよね、めっちゃ。今夜のレコメン事故でまだやってない。スクショタイム、スクショタイム、最後のスクショタイム。さっきから同じポーズしかしてないかも。なんかある、なんかありますか。Tポーズ本当こうなっちゃうんですよね。前まで本当にこんなのさ、No in the future って前もこの話したかもしれないけど、でてそれ Tポーズじゃないじゃんってなりまして。
日向坂でひまわりの写真、ん、何それ。いつでもどこでも変化球、ひなののの。明日は楽しみなことがあるんだ、ワクワク。ラップのソロパート作ってほしい。やりたい、久々にやりたい。なんかライブとかで、ラップしたのいつ以来だろう。やっぱあれかな、ガナクリのラップ以来。懐かしい。何のも違かった。なんか何がいいですか、歌うの。可愛くぶったぶってないですよ。ノックをするな。ジョイフルラブ、ドレミソラシド、夜更かしの歌。手のひらドリルさんって何。水玉ピンク、水玉ピンク、半分の半分のパリピじゃないや。何があるかな。歌ってほしい曲をどうぞ。弾きながら歌おう。喉つらそう。そう、ありがとうございます。気遣ってくれてみんな優しい。最後にちょっと沈黙が愛ならね、沈黙が愛ならちょっと待って。一番最初に泣き始めるセミは一番最後に泣き止むのかなって。ちょっとこれダメだ、声がやばいです。やばいかも。耳に落ちる涙、この間歌ったからな。三輪車、まあ好き。トゥ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 。喉痛いなら無理しないでって、ありがとう。優しい、本当に。なんか優しさに涙が出てくる。優しい。線香花火はめっちゃめっちゃめっちゃ。そんなこと言わないで歌ってよ。そうですよね、そうですよね。今日スカートじゃないよ、ズボンだよ。無理しないでね、だって超優しい、本当に。残り時間無言でもいいや。それは優しすぎる。皆さんのや嘘泣きじゃない。ごめんね、ごめんね、6歳の息子が。ごめんね。ときめきそう、弾いてほしい。喉はいたわって。あ、じゃあいいね。嘘泣きだったらやばい。やばい、あと5分しかない。早い、待って、早い早い早い。早いよ、待たせたなって、待たせすぎや。めっちゃ早いよね。早いね。悲しい、悲しい、ありがとう。悲しい。明日アラジン見る、いいね。居心地悪く大人になった。あ、今日の喉では歌いません。ジョイフルラブ、時を止めてください。これ苦手かも。ジョイフルラブ。歌はやめた方がいい。ジョイフルラブ、みんなジョイフルラブ。何にしよう。やばい、これ私優柔不断出てる今。どうしよう、どうしよう。放送事故やめて。咀嚼音嫌い、好きではないな。ウィスパーボイスで歌って。ウィスパーボイス、君が微笑むだけで何だって許せてし。すっごいさ、あの日向坂のじゃない曲がいっぱいリクエスト来てる。全然わからない。
ジョイフルラブは泣くからやめた方がいい。いや、コノカじゃないから、コノカじゃないからね。コノカ可愛いね。ジョイフルラブで泣く可愛い。何がいい？じゃあもう本当にね、ギリギリにだ、もうギリギリやばいね私。今どうしようどうしようって言っただけで5分経っちゃった。かわいいって言って、かわいい、あ、そういうかわいいじゃない、かわいい、かわいい。キツネがいい、ダメ。めちゃかりの最後のやつ、今すぐダウンロードで無料体験やばい、喉痛い。炙りカルビじゃないや、線香花火って読もうとしたら炙りカルビって読んじゃった。ちょっと似てるからもう黙ってて、優しい優しい。鈴鹿のカメラ目線倍コノカ、どういうこと何コノカ、コノカスーチャって呼び方気に入ってる、みんな呼んでほしい。スーチャって、スッチーでもいいよ、ピーちゃんでもいいよ。タヌキ、タヌキ顔になりたい。どう、これタヌキ顔っぽい？ポンポコポンポコポンポコ、ひたすらインク。新喜劇吉本新喜劇さんのね、スッチーさんになっちゃいますよね。やっぱそっちの方が王道だから。どうしよう、何弾こう。じゃあ最後にドレミでお別れしましょう。おおおおおお、ドレミ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 。わー、あと3分、無理しないでね。ありがとう。歌詞覚えられない、そうだよね、なんかドレミばっか頭に入ってくるよね、いいことだよ歌詞間違えた、今間違えちゃった、レソミレって言っちゃった、ごめんなさい気づいたね、喉飴ちゃんと飲むね。忙しくない、ありがとうね。だってみんなありがとう、逆にありがとうございます、見てくださって。ネギ喉に巻いて寝るといいって言うよね、殺菌効果あるっていう。ちょっと今日やってみようかな、長ネギがいいのかな、どうなんだろう。玉ねぎ、玉ねぎここにバーってやったらさ、どんな感じになるんだろう、気になる。愛の手動画ね、今回はどうですかね。ドレミダンス、みんなも一緒にやろう。今日はありがとうございました。歌えなくてごめんね、また次やった時に歌うね。ありがとう来てくれて。また TikTok ね、またやりますね、あげれますね、またや、またやってねじゃない、またやるね。ありがとう来てくれて、みんな楽しかった、ありがとう、ありがとう。パリピース懐かしい、ショールーム時代やってた時代、パリピースで終わってた、懐かしい。つけたら終わる、ありがとう。おやすみ、みんなよくぐっすり寝るんだよ、寒いから毛布とかかぶってね、気をつけて寝るんだよ、すぐ寝ろよ、寝るよ帰って。マヌカハニーが喉に、うん、マヌカハニーってあんまりでも美味しくないよねバイバーイ、切ります。みんなありがとう。